午前8時の朝、10分後に上映される映画、僕のヒーローアカデミアを見るべくして、短い暗夜を駆使して映画館に赴いたわけなのですが、空いてない。映画館が併設されてる大型ショッピングモールが、どこ探しても空いてないんじゃ。泣いた。何が東方ウェンズデーだよ。1200円返してよ。まあしばらく探したら入り口あったんですけれど、結果的に冒頭10分間見逃した挙句、席を間違えるというクソ戦犯をかました久々の外出、しばらくは表に出ないと誓ったクソガエルなのでした。てなわけで今回もたくさんの声優ニュースがございましたので、早速お届けしていきたいと思います。それではまずこれ、津田健次郎、ついにただただ家事する番組で話題に。極主不動の実写アニメーションで主役を務めたとして一時話題をかっさらっていった声優津田健次郎さんですが、時は8月の29日、なんとついには作品の皮をかぶることない己の体一つの作品でも話題を上げることとなりました。その名も極主不動、みんな大好き津田さんが登場しては、包丁を研いだり障子を張り替えたりといった家事全般に挑戦していく映像を垂れ流していく一風変わった思考の作品となっていて、知らない人が見れば50のおじさんのお茶目な部分を覗き見しているような気分になること受け合いでしょう。まさにファン垂涎の作品となっております。極主不動、ただいまネットフリックスにてエピソードが公開されており、だいたい1話につき7分弱程度の尺ですので、登録している方はぜひ覗きに行ってみてね。次、大和声優決定。時は8月の31日、大和声優決定という文字がツイッターのトレンド上に上がり話題となりました。なんでもワンピースに登場する大和というキャラクターの CV が YouTube 上でデカデカと発表されたんだそうです。ワンピースを知らない人からすれば、金が浮かぶあの宇宙戦艦を思い浮かべたのではないでしょうか。というか、ついにワンピースもこういう形で声優を発表するようになった時代ですよ皆さん。新キャストの発表に驚くとともに、世間における声優という職業が前よりも発言権を得てきたのだなと感じさせてくれる興味深いニュースでした。次、辰久さん、実質の謝罪文を公開。時は8月の30日、あの不倫騒動から1ヶ月の沈黙の末、公式サイトにて直筆の謝罪文を公開したことを発表されました。内容としては、無責任かつ不適切な行動をしたことへの謝罪、愚かな振る舞いで周りに迷惑や心配をかけてしまったことへの後悔、今後は自分の行動がどれくらい周囲に影響をもたらすかの自覚を持って誠意のある行動を心がけることの表明、そしてもう一度ファンや関係者に対し謝罪とのこと。事務所側からもご報告があり、この騒動についての謝罪から今後このようなことが起こらないための指導の徹底、そして本人を解雇することはなく彼と共に信頼回復に努めていくとのことでした。この発表は即座に話題となり、アイムエンタープライズのサイトは案の定ダウンするほど、とまあ1ヶ月にも及ぶこの騒動にやっと決着がついたといったところ、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私から言えるのはただ一言、おかえりなさい。最後、尾形めぐみ、なんか話題になってる。先日乙骨憂太の CV を務めることを大々的に発表され話題となった声優尾形めぐみさんですが、時は8月の28日、尾形さんの友人が経営する若い女の子を対象としたお店の前に越智なお店ができたと発表。友人は越智なお店が原因で営業に支障が出るとツイッターにて声明し、それに対し尾形さんが反応を示したことで話題となりました。詳細と言いますと、マニアックからアングラまで足したようにサブカルチャーが渦巻いているあの中野ブロードウェイの4階に店を構えるスパンクというファンシーショップの前に、マンダラケ系列のエツチな DVD を売り物とした店が28日にオープン。10代の女性客や家族連れをニーズに商売していたスパンク側としては、真向かいにエツチな媒体を取り扱う店が誕生したことを非常に重く考えたそうで、未成年や家族連れが多い店の前にそういったお店を出すことに強い違和感を感じると声明。続いて、違法ではないかもしれない、しかしある日突然エツチなお店がオープンし、自身の営業が困難になってしまうなんてことは本当にあっていいのかと問題提起をツイッター上に掲げ、かなりの反響を呼んでいました。めちゃくちゃ簡単に言うと、自分の店の前に風紀を乱すような店がオープンしたからもう無理、このままお向かいさんが営業し続けるのなら営業が困難になるのは日を見るより明らかなので、しばらく店は休業してオンライン販売にしますみたいな感じですね。いや、まず営業が困難になってから問題にするべきだと思うのですが、それは言わないお約束として、この問題に対して尾形さんは隠立し、どう思われますかとツイート。その後彼女はこのお店には女性客が賑わっていたという話を添えた上で、多くの区画を所有するマンダラケさんがなぜ正面にわざわざ解決策はないと続いて言葉を残しました。ちなみに正面にわざわざ置いたのは、そこしかテナントが空いていなかったからだそうです。対話ない尾形さんのツイートのハッシュタグにゾーニングと付けられていたことから、尾形さん的には法的に立ち退くといった解決ではなく、もっと外見的に配慮されてはどうだろうか的な問題提起を投げたのだと考えます。がしかし、この発言が賛否両論というか、尾形さんに対しヘイトが集まる事態になってしまいます。一部のユーザーからは、ファンネルを使ってマンダラケをネットリンチにしようとしている、様々なカルチャーがボッタにしている
る中野ブロードウェイにいる時点で周囲の店に文句つけるのはお門違い。そもそも法律にのっとって店を出したマンだらけ側が悪いみたいな言い方はどうかと思う。などなど、なかなかに辛口な意見が飛び交っていた模様。友達が経営しているからとはいえ、めんどくさい問題に首を突っ込んでしまった印象な尾形さん。確かにファンシーショップ側に同情してしまう面もありますが、だからといってマンだらけ側がそこまで責められるようなことをしてるかと言われれば微妙なところですし、この件に関しては答えが出るとは限りませんが、名のある声優がこういった正義が無数にあるような問題に関与してもろくなことがないなと個人的に感じてしまいました。てなわけで、8月最後の声優ニュースを4000ほどお届けしました。ちゅうことで今回も鹿に餌でもあげちゃいましょうね。またこれもらってよ。え、お世話になりました。あー、取っちゃった。いらない。でも育てちゃう。よろしくでぞ、よろしくでぞ、よろしくでぞー。